投資の可能性を進めている人にこだめです。今日は150円の壁崩壊間近、下落止まらない NTT 株どうなるというテーマで動画を投稿していきます。下落止まらない国民的高配当株、みんな大好き、私も大好き NTT 株。撮影日6月7日は150円ジャストで引けまして、これですね、高値から 22% 下落という、年初来安値となりまして、以前からですね懸念されていた信用改ざん も非常に高い水準のままです。もうとにかく弱すぎる、そんな苦しい状況の NTT の株価ですが、一方で配当利回りはですね 3% 台中盤にまで回復してきまして、今の形いかにもですね150円の壁を割れそうな匂いがプンプンしてますが、買いどころによっては十分に高利回りで、かつ元々のですねホルダーの方であれば、平均単価にあまり影響なく買い増しができるようになります。この動画は金曜日にとって翌週の6月10日月曜日の夜に公開されていますので、状況が少し変わってるかもしれませんが、改めてこの NTT の株の下落はいつ止まるのか、そろそろ買いに行っていいのか、私の見解について話していきます。ちなみにですね NTT に関しては以前から何本も動画を入れてますんで、今の業績についてはほぼ触れません。できるだけ多面的に株価のですね重しになっている要素と売買シミュレーションに集中して話していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。以前から紹介しますムーム証券の口座開設で、入金額に応じて最大10万円相当の日本株が必ず当たるキャンペーンを実施中です。NTT はですねもともと単価は安いですが、ソフトバンクにファーストリテイリング、東京エレクトロンなど、そういった株もですね当たるチャンスがありまして、抽選とは別に日本株の単元未満取引もできますから、一株少額から買い付けが可能となります。さらにですね大口投資家のですね保有銘柄のポートフォリオや買いと売りの強弱など、他のですね証券会社のツールではなかなかできないような分析が無料のスマホアプリでできてしまいます。なので外れなしの日本株ルーレット目当てでもいいですし、情報収集の補助としてアプリを使っていただくのもおすすめです。概要欄にリンクを記載しますので、ご興味があればアプリのダウンロード、証券口座の解説をしてみてください。それでは本題いきます。まずですね、よく言われる NTT 株の下落要因として、冒頭でも言いました、個人投資家の信用改ざんの多さ、こちらが挙げられます。5月末時点で、約2億6000万株という膨大な信用改ざんが溜まっていまして、年初からですね、3倍以上、新NISAのランキングでも常に上位ですし、個人の信用買いと最近の下落に伴う、難品買いの急増が、より上値を重くしていると一般的に言われています。ただですね、私それ以上に、株価が上がらない材料として挙げられるのが、そもそもの NTT 株人気です。一単に1万5000円で買えて、Dポイントなどの優待もついて、今年から始まった新NISAなど投資の初心者が取り組むには、これ以上のですね安心感を抱ける銘柄はなかなか見つかりません。日本人ならほぼ知ってますし、インフラ企業ですし、配当もいいですし、値動きも本来はゆっくりで、経験なく失敗するにしても少額から始めることができる。それゆえにですね、信用改ざん以上に現物がですね結構偏って溜まっていることが考えられます。実際ですね売買代金で見ても、これはですね NTT の週足ですが、最高値をつけた1月23日週の1週間の売買代金が1310億円。売買代金は株価が上がれば同じ出来高だったとしても当然高くなります。ところがですね、今週1週間置いてみての売買代金は1682億円と、最高値をつけた週よりも 28% 増えてます。で、先ほどの話を思い出してもらいたいんですが、売買代金というのは株価が高ければ当然大きく、安くなると下がりやすい。常に天井から42円も株価が下げてるのに、売買代金はめちゃくちゃ増えてるということは、それだけ取引する人が急増していることを示します。特にですね3月以降の売買代金の急増が目立ちまして、もちろんですね売却による、売りがまとまって売買代金が多いということもあるんですが、それに当たるですね買い注文もないとそもそも約定しませんので、それだけ、昨今の NTT 株の下落に対して買い向かっている投資家が多いということが、この売買代金の推移からもわかります。私も含めて今年ですね利益を出すとかじゃなくて、長い目で持っておこうというスタンスの方が少なくないと思いますので、安くなったら買う、買います、別に落ちるナイフを掴んでる最中でも関係ない、だからこそ常に新NISAランキングの、個別株の上位にランクインしているのだと思います。ただですね、バブルもそうなんですけども、一つの投資商品の一つの方向に資金がですね偏っている時というのは、得てしてですね大きな下落を招いたり、なかなか価格が短期間で上がりにくい状況を生み出してしまいます。最近では信用買いの含み損の解消による、急落のような動きもありますし、現物で長く買った方も、このチャートの形を見てですね、なえて投げ売りをしてしまうかもしれません。なので NTT 株の株価の反転という話に関連してきますが、ある意味株価がですねもうゲロ下げ続けて、投資家の関心がなくなってきた、もうランキング上位にも出てこなくなった、そういった時の方がもしかしたら買い時としてはいいのかもしれません。株式が上昇する大相場というのは、投資家が誰もいない、みんなが傷ついている焼け野原
ラのような状態からスタートします。またもう一つ NTT 株の下落要因として作用しているのが日本の長期金利の上昇です。日本のですね10年物国債の利回りはもうついに 1% を超えまして、以前の動画でも話しますが通信会社の株と金利上昇は相性が非常に悪いです。この不透明感も結構ですね影響しそうですね。 NTT はですね2028年までに AI やデータセンターなど先端技術にですね累計8兆円の投資を計画しているんですが、当然その中には借り入れによるものもありまして、金額が膨大すぎるがゆえに金利上昇イコール返済コストの上昇となって重くのしかかっていきます。先日の決算でも代表の島田社長が業績改善のキーファクターとして金利の動向を挙げていました。でこのですね長期金利の元となる政策金利をどうするのか、各所で様々な予想がされています。現状のですね日銀のスタンスとしましては急速なですね利上げはなさそうです。ただですね上田総裁の直近の会見を見ますと金融緩和の一環でやってきた国債の買い入れを減額するという認識を示しまして、利上げはしないけども国債の買い入れはやめる。そうすると国債価格が相対的に上がりにくくなりますので、金利には上昇圧力が働くと思われます。この辺の塩梅が非常に難しいですよね。国内経済は回復するまでに待ちたいし、かといって緩和しすぎると、急速な円安にも進んでしまうし、株価の過熱感にも注意しないといけません。中央銀行の政策というのは綱渡りのような非常に難しい仕事です。とはいえどちらかというとですね金利も上昇方向にまだ行きそうですので、そういったこともあり、この通りの NTT のですね株価の下落につながっていると思われます。ちなみにですねよく言われる政府によるですね NTT 株の放出はそこまでですね影響を恐れなくていいと思います。防衛費の予算確保のため5兆円に及ぶ NTT 株の売却案が昨年の夏から報道されてますが、そもそも材料としてすでに出ているということ、さらにこれですね一気に5兆円売るんではなく2000億円を25年かけて、しかも NTT 本体や他の安定株主に売っていくという方針ですので、かなりね小刻みです。2000億円というのは現在の NTT の時価総額の65分の1、約 1.5% ですので、小さすぎはしませんが株価全体に対しての影響は軽微でしょう。以上の点から昨今の NTT 株の下落、信用買いだけじゃなく大量の個人の偏った買いが集中しているということ、あとはですね日本の長期金利の急速な上昇による将来懸念があって売られているように考えます。金利なんかは特に少なくともこの秋までは結構不透明な状況が続きますので、株価というのはまさにその不透明な状況を嫌いますから、しばらくは NTT の株も弱い動きが継続するんじゃないかと考えるのが普通です。そしてそもそもの下落の要因となっている NTT の業績は好転するのか、今回特に懸念されたのが2024年度の利益見通しの悪化です。売上は微増なのですが営業利益がアナリストと予想を下回る減益幅でして、それが株価にもマイナスに影響した形です。特にですねこちらの地域通信事業が大きく減益して足を引っ張っており、人口減少に災害、固定電話の解約が続くなど、ここに関してはもはやもう衰退が回避できません。でこの地域通信のですね減益をいかに改善するかですが、社長のですね決算説明会での質疑応答を見ますと NTT の東日本西日本に関しては結構大変辛い時期に差し掛かっていますとのことで、とにかくまずはコストを削減して現状維持をすることに精一杯な感じです。手持ちの資産を売却して利益を確保したり、効率化に取り組んでいかないといけません。ここはでもかなり正直難しそうですね。またですね主力の通信事業のドコモにおいても加入者が最も多かったのがアハモなどの格安プランでして、それに伴って顧客一人当たりの単価であるアープは減少が止まらず、しかもですね競合他社が割とですね下げ止まりの傾向にあるのに対してまだ下落が続いてますから、今のところまさにですね落ちてる最中と言えるかなと思います。これに関してはですね通信だけじゃなくスマートライフと言われるような、金融クレジットやポイント、生活関連のサービスを上乗せしてなんとか収益を伸ばしていきたい方針ではいますが、ただ結構この 4,5 年で、ポイ活とか格安プランとか、浸透したような感じがしますんで、大きく伸びしろがあるかというと、疑問が残るところです。なので既存事業をなんとかキープしつつ、AI やデータセンターに投資をして新たな事業の柱にしていくのが急務となっています。ちなみにデータセンターに関しては NTT グループはすでに事業者の中では世界シェア3位でして、昨今の AI ブームの流れで拡大が続けば十分にですね既存事業の減収を補って余りある利益をやがて出せるようになると私も思っています。ただですねそれがいつなのかという話ですね。先日の決算の質疑応答の利益を見るに先へ向けて投資はしますが、それが具体的にどの時期に利益として反映されるかはまだ不透明な状況です。そこもやはり株価がですね弱い要因になってしまっています。もちろんプラス材料もありまして、近年 NTT は自社株買いをですね一定進めています。なんだかんだ中長期の経営計画の目標で出した EPS を達成するために事業で頑張るのはもちろん、効果的な自社株買いによって、
数字を出しているという面もありますね。現在の中期経営計画では設備投資がですね、かさむこともありまして、税引き前利益に特別損失や減価償却など、費用を加えた EBITDA の値を2027年までに 20% 増やす目標でいます。まあこれはですね、設備投資がかさむからこそ EPS ではなく、まあ、コストも含めた EBITDA にしたように思いますから、単純に2022年度比で 20% 利益がそのまま上がるとは考えない方がいいかなと思いますが、まあ仮に半分の 10% 増加だとしても、まあ少なくとも今と同じ15円台の EPS、 20% 増加であれば現在の EPS よりも 10% 高い16円台後半になりますので、事業の状況によっては数字を達成するために自社株買いを行ってくるかもしれません。あとはですね、 NTT 法の改正で何もですね、悪いことじゃないんですよね。特に4月のですね、改正で決まったのが一番の研究成果の開示義務の撤廃です。 NTT は公益企業として他の企業にも活用できるように技術の研究成果を都度開示していたんですが、そのですね、義務が撤廃されることによって、より民間企業として独自の強みを持ち、競争力を高めていく基礎になると思います。なのでここは定性的な話でありましたが、周期的な目線で見ると決してですね、悪いことばっかりではありません。とはいえ株価の事情はまた別ですので、次では NTT 株を買うとしたらどのタイミングすればいいか話したいと思います。まあこれに関してはですね、前から言ってるように、もう定期的にですね、高値から2割3割株価が下げることはよくありますので、現状の下落率は最高値から 22%、 まあそれより下140円台は十分にあり得る水準です。しかも形としましても最安値で金曜日は引けてますんで、まあ、6月10日のですね、地合いによってはもう150円ですね、壁が割れてしまい、そうなると投資家の心理的な節目ですから、ある程度売りが売りを呼ぶ展開になるかもしれません。まあ個人的には具体的な株価想定としては、もう最悪下げたとして、もう天直から 30% 下落の130円台中盤、この辺は一応想定しつつ、一単位の株価が小さいので、細かくですね、買い増ししていく、そしてくれぐれ も短期間で好転することを期待しないで、保有するということが大事になります。だからこそ期限のある、信用買いはやめた方がいいと思うんですよね。あとですね、配当に関して言うと、利回り 3% 台中盤、株価もですね、130円になれば現在の配当で利回り 4% になります。ここの配当の持続性に関しては心配してないですね。 EPS は一定確保しつつ、現役シリコン期も配当成功で言えば 40% です。いくら通信事情が保ちといえど、致命的に利益を減らすような事態には、当分なることは考えにくいです。なので株価に関してはゆっくり構えて、できる限り利回り高く、配当をもらえれば OK と、新NISA口座ですし、そういった向き合い方が大事かなと思います。あとはですね、 PBR、 ここの水準を見てみますと結構下落したように見えて、ようやく過去5年間の中間ぐらいなんですよね。これがもし仮にですね、1倍割れするとなると、もうその手前ぐらいで十分に意識されると思います。今のですね、 PBR1.28 倍が1倍になるとなると、今の株価からちょうど 20% 下落して120円ですね。ただですね、あそこまで東証が PBR を1倍割れをもう断固として拒否している中で、あのピカピカ大正義高配当銘柄の NTT が1倍割れするというのは、もう絶対に避けないといけない事態です。特に業績が大きく傾いているわけでもありません。なので最悪のケースは120円、おそらくそのずっと手前でしばらく価格が横ばいになるか、反転のシナリオとなるでしょう。近年がそもそも強すぎましたし、価格というのは一辺倒に上がるんじゃなく、少しお休みする期間も必要ですから、そんな感じで気長に見つつ、ただ引き続き業績の改善は不透明ということ、現物信用買いでかなり偏って NTT に買い向かう資金が引き続きあるということ、日本の金利動向が不透明なため、それによってマイナスの影響を受けているということ、そういった変動要因を把握しつつ、投資を考えるといいかなというふうに思います。動画の最後に、こちらですね、ムームー証券の投資アプリがもう大変便利です。 NTT もそうですが、やはり個人よりも大口投資家の売買動向が株価を大きく左右してきますが、このアプリですね、その日のその銘柄における買い売りのバランスに大口投資家の参入具合まで分かりますので、結構ですね、分析に重宝します。あとはですね、証券口座開設で日本株が外れなしでもらえるキャンペーンもありますので、期間限定のご案内です。ご興味があればアプリのダウンロード、証券口座の開設は概要欄の方からしてみてください。それからですね、本日の動画ですね、役に立ったなといいなと思った方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。